小田寛一小田寛一から1909年7月22日は日本の政治家、広島市長。属籍は広島県平民、秋国際機軍宮内村に生まれる。小田常吉の長男。家は代々農業を営む。上京して慶応義塾を卒業した後、広島県会議員を経て宮内村村長となる。第2回衆議院議員総選挙に、 立憲声優会からの推薦を受けて当選。後に声優会を離党して社交クラブを組織した。1908年3月2日の第24回帝国議会新職養成部国庫補助に関する権限案委員会で委員長として国家新党という言葉を初めて公に使用した。その他、広島新聞の経営などに携わる。1909年、 広島市長。明治人明治天二条間後の三十一によると、君は、広島県の人大義士なり、家生成の大行とす、安政三年十一月なるつとに、和官学及び比営学を、治むむかつて古町、県会議員、村長となる、明治二十七年以来県の第二区より、千割れて、衆議院議員となること四回現婚その職に、あり県政党員たりかつて、 広島新聞を創立して、その主筆たり勲功とも事業のため勝敗を受けくる、数字に及ぶ。ありがとうございます。